はい、どうも、カパイントです。じゃあ今度はね、沖縄の話行きましょうか。さっきは静岡で、今度は沖縄ですかね。さっきもちょこっと言いましたけど、この玉城デニー知事。この人はこの人で、まあ、やりたい放題ですよね。不思議ですよね。不思議じゃないのかな？俺だけなのかな？なんかこの都道府県知事ってやっぱりさ、なんかちょっとこの、パヨった連中が多すぎません？なんかもうまでこの反日的なというか、このなんか私腹を肥やすことにオールインしちゃってる人も結構いるし、でまあその流れというか、まあその結果ね、例えばこの中国とかさ、まあとある半島のあの国なんかにこの媚びてるやつ、結局金だよな。金ですぐこのすっ転ぶようなやつを、やっぱりこの国会議員だけじゃなくて、だからもう全てのこの政治家、に適応する、なんかこの政治家、なんかそういうルール作ることってできないのかな。そういうのを選ぶ、なんかの、選ばれないようにか。っていう、なんかそういう制限みたいな、なんかそういう条項を設けるわけにはいかないのかな。なんかうまい方法ないですかね、次から次へとさ。ね。で、そういうやつが次々なんかこの再選されるじゃないですか。ね、このデニーさんもそうだしさ、ね、何期も務めるじゃん、ね、この反日パヨったような州長がだよ、おかしくねって思いますよね。で、まあ、この玉城デニーさんがね、今回何やったかっていうと、このブルーインパルスありますよね、あの航空自衛隊のブルーインパルス、あれをね、この展示飛行、パフォーマンスをこの妨害してもう中止になりそうになってるらしいんですよ。何なんですかね、なんでこいつにそんな権限があるの。しかも偉そうになんかこの沖縄県民の声、ね、代表みたいな、そういう感じでこのね、この絡んでくるんでしょ、いつも。でもこれ地元住民はね、大歓迎だったらしいんですよ。だから要はこのオール沖縄とか言ってますけどね、このオール沖縄じゃないやつらのこのオールですからね。まさにこの反日工作員が、ね、沖縄に乗り込んで暴れてるのはあなたも知ってると思いますけども、だからもともと沖縄のこれ宮古島かな、舞台が、地元の宮古の人たちはもう歓迎してるのに、ね、こいつが邪魔してるんですよ。なんでこういう人がさ知事になれんのかね。おかしいよな。沖縄県、宮古島市で12月11日に行われる航空自衛隊ブルーインパルス展示飛行をめぐって、玉城デニー沖縄県知事がこの宮古島市にある、空港の利用にね、難癖つけてるんですよね。なんて読むんだろう、これ下地取空港で合ってるのかな、違うかな。で、準備が進まない状況になって、このままだと中止になっちゃうんですよね。っていうか、なんでこいつにこんな権限があるの。県営の空港なのかな。県は同空港の軍事利用を認めないとした51年前の覚書に反する恐れがあるとしているが、何言ってんだよな、軍事利用じゃねえじゃねえかよ。自衛隊活動へのこの妨害ですよね。このまま利用不可になったら、これを理由にさ、なんかそういうこの、政府の判断でこの知事をクビにすることってできないの。そういうなんか始末つけられるような、なんかそういうルールってないのかな。どう考えても、まあでも今の政府はそういうことやらなそうだな、仮にそんななんか権限というかルールが方法があったとしても。いやー、ダメでしょう。でもこうやってね、自衛隊に嫌がらせしてるやつに限って、いざなんかあった時は自衛隊の世話になって助けてもらうんだろ。なんか自然災害とかね、この水害とかさ、なんかあった時はもう我先にと、ね、自衛隊のこの助けを請うんだろ。ほんと失礼でとんでもねえやつだよな。いやー、ただね、もう前から言ってますけどね、その一方ではこの考え方として、まあ事実ね、この選挙で選ばれてるわけじゃないですか。その選挙の実態も問題なんですけど、結果的にはもう選挙で選ばれたわけでしょ。だからそれが沖縄の民意なんだって言われるとね、確かにそうなんですけども、でももうこれ沖縄だけの問題じゃないじゃないですか。なんとかしてあれですよね、
なんだろうな、このこの玉木さんがね、このデニーさんがやってるのはさ、ね、このブルーインパルスだろうが何だろうが、この沖縄の空港は自衛隊には使わせねえぞっていうことをやろうとしてるわけですよね。うん、でもこれなんか災害が起きたら自衛隊にこの要請してくるんでしょ。うん、おかしいよね。ね。ね、災害なんか困った時だけ利用しやがって、で普段は平気で堂々と自衛隊のこの活動を妨害したり唾吐いたりするんだろ。いい加減にしろよと。うん、だって楽しみにしてた人だっているわけでしょ。ね、見たい人もいてさ。うん、いやーこれはダメでしょ。うん、ね、この沖縄県知事とか、このさっきのこの静岡の川勝知事とかさ、うん、この人たちはね、どう考えても我々日本生まれ日本育ちの日本国民のこの敵だよね。敵対行動、敵対発言だよね。うん、まあ発言はなんかちょっと言葉をなんか一応選んでなんかこのごまかしてんのかな。うん、でもやってること、やろうとしてることは明らかにこれ日本のこの国益を損ねるとかさ、ね、この国防とか安保にこのなんか支障をきたすような、ね、うん、そういうやからじゃん、ドイツもこいつも。こういうのはなんかこの罪にとって、ね、問うことはできないのかな。で、この始末つけていかなきゃダメだよね。なんかさ、この国会議員もそうだけど、この不逮捕特権みたいなの、あれ、県知事とかっていうのはどんな感じだったっけ。なんかなー、うん、地方政治、ね、全部、ね、なんかもう取っ払って、なんか中央一括とかって、なんかその、そういう独裁的なことをね、まあでもやれるんなら僕それでもいいと思うんですけども、まあ現実的ではないんで。だからそしたらやっぱりさ、ね、こういうなんかこのパヨった奴らが知事になれないようにするしかないですよね。うん。ってなると、まあ、今のところこの選挙か。だからこの活動家をさ、なんかもう、なんだろう、徹底的にこの始末することができるように変えようよ、もうそろそろ。ねえ。どう考えても反政府活動なわけでしょ？ねえ。普通に日本国内にこの日本の敵がさ、ねえ、このうじゃうじゃと次から次へとこの湧いて出てくるような状況がおかしいわけじゃん。なんでここにこの対決していくっていう方、なんかね、この足立さんがこの全部、ね、全部対処しなきゃダメだって、ね、やっと言ってたっていう話を見ましたけども、全然まだまだ足らないっすよね。うん。で、まあ、例えばこの沖縄メディアとかもね、この琉球新報とか沖縄タイムズとかがさ、ね、なんかこの演習中の自衛隊のこの活動の様子をこう勝手に撮影してね、うん、それをこの咎められて注意されて、ね、データ消せって、まあ、まあもうちょっとなんか自衛隊の方はマイルドに言ってたらしいんですけど、もう切れてさ、報道の自由とか言ってんですよ。もう逮捕だよ、こんな反日活動家どもはさ。うん、ということで今回は以上でされてございました。ではまたごきげんよう。